88式偵察機88式偵察機は太平洋戦争前に日本陸軍で採用された偵察機である。設計、製造は川崎。昭和初期の日本陸軍を代表する軍用機とも言える機体で日中戦争の初期まで使用された。車内故障はケイダ -2。ケイダとは川崎ドックヤードアーミーの略である。 1925年11月に日本陸軍は新型偵察機の競争施策を川崎、三菱、石川島に指示した。川崎ではドイツから招いたリヒャルトフォークと技師の設計による機体を1927年に完成させた。比較審査では他社機を圧倒する性能を示したため、1928年2月に88式偵察機として、 正式採用された。88式偵察機は、主翼や胴体の骨格が金属製の複用単発機で、それまでの機体に比べ近代的な構造になっていた。補助翼は上翼にのみ装備していた。エンジンは、川崎がライセンス生産した BMW 製の水冷エンジンを搭載し、冷却機は機種全面に角型のものを配置した。しかし、運用中に、 この配置では、前面の視界が悪く空気抵抗も大きいことが指摘され、後に冷却機を機種下部に喧嘩式にして、機種を成形し、プロペラスピナーをつけた型が生産されるようになった。この生産型は88式偵察機2型と呼ばれ、それまでの核型冷却機装備型は88式偵察機1型と呼ばれるようになった。なお、2型は垂直尾翼の竹が延長されたほか、 補助翼が下翼にも装備されるようになり安定性や操縦性がさらに向上した。当時の航空機としては全般的に高性能だった上に稼働率も高く扱いやすい機体だったため実戦部隊からは好評で満州事変第一次上海事変から日中戦争の初期に至るまで前線で使用された。また爆走して爆撃機としても利用され、 後に爆撃専用の機体が開発され、88式系爆撃機となった。1940年頃までは、偵察部隊に配備されていた。生産は1928年2月から1934年まで行われ、川崎のほか、石川島でも生産された。生産機数は710機で、当時の陸軍機としては破格の多さだった。ありがとうございます。